こんにちは、ミスユニバーシティ福岡代表松尾沙和です。今日はですね、私が現在通っている福岡教育大学についての説明であったり学校紹介をしていきたいなというふうに思います。そもそもですね、福岡教育大学という大学は福岡県の宗像市にあります、国立の教員養成大学です。で、課程といたしましては、一つ目が初等教育教員養成課程、これはまあ小学校の先生とかになる人が通っている課程です。で、二つ目が中等教育教員養成課程、ちょっと長いんですよね、全部の課程が。で、この二つ目は中学とか高校の先生がなりたい人が通っている課程です。で、三つ目が特別支援教育教員養成課程です。で、この3つ目っていうのは特別支援学校の先生であったり、こう体が不自由な子をサポートするようなバグを学べる課程になっています。で、ちなみに私は特別支援教育教員養成課程に所属しておりまして、将来は特別支援学校の先生になりたいなというふうに思っています。なので現在手話とかいろいろ勉強することが多くて、とても今忙しい感じですね。でですね、福岡教育大学のいいところを大きく3つに分けて紹介していきたいなというふうに思います。で、1つ目はですね、教員採用試験の合格率が 80% 以上ということです。で、2つ目が、教育実習がとっても充実しています。で、3つ目が学生生活がとにかく楽しいこの3つに分けて紹介していきたいと思います。で、1つ目なんですけれども、福岡教育大学っていうのは卒業と同時に教員免許は取得できるんです。でも、ちゃんとこう先生として働くためには教員採用試験っていうのがあって、その試験に合格しないといけないので、その教員採用試験を勉強するためのこうサポートが大学側からすごい手厚くて、なんか卒業生の多くはもう本当今も教師として働いている方がとても多い大学になっています。でですね、2つ目が、教育実習が充実しているということですね。で、教育実習っていうのは1年生から3年生まであって、1年生は体験実習、2年生が観察参加、3年生が本実習なんですけど、体験実習っていうのはなんかこう3日間ぐらいその小学校とか中学校とか特別支援学校に行って、こう先生が授業している姿を見ながら、こう、あ、教育現場ってこういうことなんだみたいなのを一番最初に体験する場所ですね。で、2年生が3年生にあるこう教育実習、本実習があるんですけど、そのためにこう3年生がやってる授業を実際に自分が見て、あ、こういうふうに自分授業すればいいんだとかっていうので、こういろいろこうなんて言うんだろうな、将来のための心構えみたいな気持ちの準備みたいなのをするのが2年生ですね。で、3年生が本実習です。本実習は本当に、1ヶ月間で結構長いんですけど、実際に自分が授業をするっていう場所になっています。でね、自分がこう将来先生になるためにこう授業を行うっていうことで、大変な部分ももちろんあるんですけれども、それ以上に実際自分が体験することで得るものはとても多いのかなというふうに思います。で、このようにですね、学年ごとに段階を踏んで実際の現場の空気とか雰囲気を自分でこう体験することができるので、それはすごくいいことだなというふうに思います。で、それで3つ目なんですけど、3つ目が学生生活の充実です。で、私今3年生なんですけど、今まで2年間大学に通ってきて、とにかく大学って本当に楽しかったです。なぜかというと、周りにすごい優しい人が多いんですよ。で、それプラス礼儀正しい人がすごく多くて、例えば大学の近くの飲食店とかに友達と行ったりすると、福岡教育大学の子ってやっぱ礼儀正しいよねとか
いい子だよねみたいな感じで、実際にこう声をかけていただくみたいな機会がとても多くて、あ、教育大学の人ってこんな風に周りから見えてるんだなとかって思える、本当にそれで周りの環境がとてもいいっていうのはありますね。でもう一つがサークルであったり部活動がとっても充実しているということです。現在その部活動とサークルが合わせて50個以上あるんですけど、文化系であったりスポーツ系であったりとかもいろいろ種類があるので、自分がそのやりたいこと、大学でしたいことは必ず見つかるのかなというふうに思います。で、掛け持ちとかもできるので、例えばこのサークルに入りたいけどこっちも入りたいみたいないう感じになっても、こう時間の都合とかが合えば掛け持ちもできるので、それをしてる人も私の周りにいるのでおすすめです。で、ちなみに私は今ラグビー部のマネージャーとして活動していて、まあ、ミスの活動とかで今はねあんまり部活動に参加できていない状態なんですけど、もう部員募集中ですのでぜひですね、興味ある方はご連絡をよろしくお願いします。そうで、まあ皆さんも気になる食堂についてお話ししていこうかなというふうに思います。で、食堂はですね、大きくフィオーレとセレーノっていうのが2つがあります。で、どっちも大きい食堂なんですけど、セレーノはバイキング方式で自分の食べたいものを好きなだけ取れる、で、でもうどんとかも丼とかもあるし美味しいです。で、フィオーレは定食方式で、今日はじゃあハンバーグ定食ですみたいなのがあったら、ハンバーグ定食にプラスでこう小鉢がいろいろあって、その小鉢を取って自分で食べれるみたいな、もうどっちもすごく人気で、休みの時間にはこう行列ができているのでね、関取頑張りましょうで、リモーネっていう売店もあるんですけど、そこのリモーネはとにかくパンが美味しいんです。なんかね、焼きたてなのかな、多分大学の中で焼いてるんですけど、そのパンが美味しくて、特にメロンパンがおすすめです。安くてすごいコストパフォーマンスもいいので、ぜひ興味のある方はね買ってみてください。で、最後になんですけど、福岡教育大学っていうのはとても自然が豊かで、勉強する環境としてはとてもいいのかなというふうに思います。で、こう通ってる人たちも優しい人が多いし、礼儀正しくて真面目な人が多いので、自分が困ってたりするとこう助け合うようなこう精神みたいなのを持った人が多くて、それは私的にとてもいい ところだなというふうに思います以上で福岡教育大学の紹介は終わりです。日本ミスコ協会様の YouTube チャンネルもよろしくお願いいたします。ではバイバーイ